やっぱりあの鮎、鮎しでね、あの竹筒に蒸して、もうこれ美味しそうだなと思うけど、でもなかなかあれをね実践するとなると難しいでしょう。とまあ、せめて地元の料理屋さんでってことになると、まあ、5000円ぐらいか。地元だと東京だとゼロが1個ぐらい。そう、それはやっぱりね、鮎のこの新幹線代もこちら持ちですからね。そうです、ね、量も高くつきますね、うん、だからまあ都会でね、はい、本当に夏の量を楽しもうとするのはすごく贅沢なことになってしまうんだけど、やはりそれだけ日本人ってその夏の涼しさを取る食事っていうことにね、こだわって美意識で作ってるよな。カラカラって氷の音がいいですね。だからまあ、あの夏はね、はい、目で楽しんで、音で楽しんで、テレビでそれを楽しんでいただきました。きらびやかな舞台、憧れの世界、蝶ほど素敵な商売はない。超一流の舞台からバスへの特設舞台まで、蝶にときめく人生を追えば涙と笑いの夜が最後なんで受けようと思います。仕掛ける人に踊る人、奏でる人に歌う人、東京の夜を彩るショーマンの秘密の事情が見えてくる。来週のそこが知りたいは、華麗なショービジネスの舞台裏に迫ります。